こんにちは、みほとけです。今日は神社とお寺何が違うねん。大きな声を出して失礼いたしました。皆さん多分これ思ってますよね。神社とお寺って正直違いわかんねえよな。はい、今日は神社とお寺の違いを世界一わかりやすく紹介したいと思います。よろしくお願いします。お寺と神社、もうね、いっちゃわかりやすい、わかりやすい違いっていうのが、この神社はこの鳥のマークで、お寺はこのまんじゅうってマークで区別されます。そう、マジまんじゅうっていうまんじゅう、マジ鳥居みゆきって感じの鳥居です。地図記号が違うってことは建物の目的が違うんですよ。お寺は仏様がいるところ、神社は神様がいるところ。神様と仏様何が違うね。正直私も初めの頃は分かりませんでした。神社の方から行きましょう。こっちの方が古くからあります。日本の昔、もうね、稲を耕したり、もう卑弥呼様が活躍していたような時代からありました。山に神様、大木に神様、大きな石に神様というように、自然にこう溢れて、日本って結構災害が多いというか、嵐が多かったり暑かったり寒かったりで厳しい環境だったんです。そんな時に大きな富士山みたいな美しい山を見たら、あー山の神様、どうか今年の稲が育ちますようにとか、雷がわーって押し寄せたら、あー雨の神様、どうか雨をやませてくださいみたいな、大自然に対して神様を感じてたんですね。プラスすーげー昔の書物で、古事記ってご存知ですか？まあ、すっごい昔の本です。そこに出てくるアマテラスオミカミっていう神様がいて、日本を作ったよっていうお話。まあ、それが日本書紀古事記っていうのに載ってて、まあ、そこにいる神様たちが日本の昔からある信仰対象でした。仏教のお寺は、饅頭の向きが違うんじゃね。はい、あぶねー、饅頭の向きを間違えてました。一方お寺の方では、仏様がいる場所ですね。ブッダというお釈迦様になったこの人がインドで作った宗教なんです。インドで生まれて、中国行って、朝鮮半島渡って、ジャパンにこう、渡ってきたのが大体1500年前。最近の話なんです。仏教がやってきたのって。それで、まあやってきた時に日本人が、こんな画期的な文明が中国から、朝鮮から渡ってきたなんて、なんて頭のいい奴らなんだ。衝撃。あ、これ頭いいや、ちゅうことで、貴族たちが受け入れました。だから神社はもう昔からお祈りに使ってましたが、仏教は割と、あ賢いじゃんって感じで受け入れられた感じです。ということで、神社とお寺の違いはそんな感じ。一個違うのがこれ、ででん、寺はお祈りするときに一方神社は、これ違いお分かり？神様のいる場所は、神様こっち向いてって感じで音を鳴らして手を叩きます。一方神社はもう仏様がそこの仏像の方から私たちのこと見てるんで、仏様ここにいます、よろしくお願いします、聞こえてますか仏様って感じで静かに手を合わせます。それ間違えてね、仏様がいるのに仏様みたいな感じで手叩いちゃうと、お寺にいる人が、うわあの人神社と間違えてるよ、ブーブーブーって思われちゃう。こんな感じで寺と神社は違いが根本的に結構あります。
ややこしいけど皆さん広いお心で、もうどっちもね日本のためになんかいい感じのことしてくれてるって感じなはずなんで、みんなで仲良くしていきましょう。以上、神社とお寺の違いを一生懸命説明したみほとけでした。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。それではこれにて、パンパパパンパンパンパパパン。